こういうことやってみたいと思います。なでなで、はい、これでもう一回手を上げてみてもらっていいですか。はい、はい、この状態でしっかり止めていてください。はい、お、え、余裕です。はい、では、今日もビューフィットネスの YouTube 始めていきたいと思います。このチャンネルはですね、皆さんの健康だったりとか、まあ、古武術の面白みだったりとか、何か人生において役立つ何かのきっかけになればいいなと思ってやっております。では今日も早速始めたいと思うんですけど、はい、ストレッチやってますか？ストレッチですね、あんまやってないですね。やってない。まあでもなんか世の中的にはなんかストレッチってすごく体に良さそうな雰囲気ないですか？もうガチガチになってるとこ伸ばしてもらえるとなんか気持ちいいですしね。ですよね。じゃあちょっとストレッチやってもらおうと思うんですけど、ちょっと実験をしたいと思うので、はい、瀬上さんは横にちょっと手を伸ばしていただいて、で、まあ、普通に立っといてもらっていいですか。はい、で僕はあの拳のところあたりをちょっと下に下ろしていこうと思います。ちょっと指2本で下ろしていきます。瀬上さんはまあ筋肉質なんで結構強いと思うんですけど、いきます。僕はどうすればいい？耐えるんですか？耐えて、はい、耐えとく。耐えといてください。しっかり、いきます。うわ、うわ。日本でも下ろせるかなって感じですね。日本でも下ろせるかなって感じ。うわでした。僕もこの下ろし方ちょっと覚えておきます。はい、じゃあ早速なんですけど、ちょっとストレッチしてもらいたいんですけど、はいはい、こっちの腕をですね、ちょっと横にグッと伸ばしてもらいたいです。ちょっとマイクがあるんで大丈夫かな。うん、こうしっかり、まあ皆さんよくやってるのが、はい、伸びろ伸びろみたいな感じで、ね、伸びる伸びる。こっちに引っ張ってあげるということを多分されていることが多いと思います。ええ、はい、同じ、今はちょっとやってもらったので、この状態でもう一回手を伸ばしてもらいたいと思うんですけど、で、力入れといてみてください。はい、で、さっきと同じところを押していきます。いきます。あら、さっきより耐えれない。耐えれないですね。あれ？はい。ストレッチってすごくなんか準備運動として結構皆さん使われたりとかしてると思うんですけど、なぜかやった方がパフォーマンス落ちてるみたいな。ごと持っていかれる感じが。ね、まあ最近オリンピック選手とかは結構気づかれてて、まああんまり何かの競技前にいきなりストレッチするってことはあまりされていない。特に直前はですね。でもストレッチが別に僕は悪いって言ってるわけではなくて、ええ、気持ちいいですしね。まあ、はい、そうですね。なんですけど、ただやっぱり直前にやってしまうとどうしてもパフォーマンスは低下しているという状態になりやすいということ。ね、そうなんですね、はい、ということで今まだパフォーマンスちょっと下がった状態なので、じゃあストレッチしちゃいました、はい、こういうことやってみたいと思います。なでなで、はい、これでもう一回手を上げてみてもらっていいですか。はい、はい、この状態でしっかり止めていてください。はい、お、え、余裕です。別に魔法をかけたわけでも何でもないんですけど、なでなでされました、はい、まあいろんな医学とかのまた新しい研究結果とかも見ていただけると分かると思うんですけど、まあ、皮膚と臓器とかってなんとなく連動しているよと。へえ。まあそういう研究結果、まあ皮膚と筋肉だったらより一層こうなんか連動しているという感じがあるんですよね。隣にいますからね。隣にいますからね。はい。まあ僕たださすっただけなんですけど、ただやっぱりさするっていうだけでもやっぱりいろんなさすり方があるので、特別いいさすり方をやらせていただきました。ええー、はい、かかっちゃった。そうするとちょっと動きやすくないですか。はあ、なんか、はい、なんでかなっていう感じになりますよね。はあ、じゃあ今度は反対の手でちょっとやってみ、あ、僕がやりましょうか。おほ、はいはい。じゃあちょっと日本、はい、力を入れていきます。はい、しっかり耐えます。はい、はい、弱いやいや弱かったね。日本ということで、ちょっとさすっていきます。めっちゃ弱かったので、ね、自分でやってる。はい、これでお願いします。お、強っ。この状態になると、ちょっと先より楽に耐えられるという状態になってます。下がんない。はい、うん、だけど、ちょっと、はい。もっとよく伸ばしてくださいよ。ね、はい、動かすんだから。はい、まあ、気持ちいいですけどね。はい、はい、はい。気持ちいいんですけど。刺激を与えて、これから動くよって。はい、じゃあこれで行ってみたいと思います。ぐっと止めてます。はい、ぐっと止めてます。一番軽い。マジっすか。
全く止まらないという状態になっています。何ですかねこれ。はい、まあ、あのこういうことって今は、まあ、少しずつ解き明かされてきてると思うんですけど、なんとなく古武術の中にはこれを利用した技というか術というか、まあ、そういうものがたくさんあってですね、やっぱり皮膚の大切さみたいなものをすごく言われていることが多いです。なでなで。で、また次回はその皮膚についてちょっといろいろ説明したいと思います。なでなでしときます。なでなでしといてください。なでなでしてあげます。では今日はここで終わりたいと思います。今日はありがとうございました。